ちょっとわらじ虫とかを最近買ってみて、虫にちょっと興味があっていろいろ調べてたんですけど、ちょっと面白いなって思う種類があったんで、ちょっと安手を購入してみました。ピンクドラゴンミリピードって言って、販売されているやつで、すごいトゲと毒々しい色が特徴の安手ですね。これ繁殖できるぐらいのサイズみたいです。もうちょっと大きくなるかもしれないんだけど、大きさは今で何センチかな、これ2センチぐらいしかないですかね。すごい小さいです。でもこの毒々しい見た目なんですけど、シアン化水素を噴出して、なんか毒を出すみたいです。ただ量がすごい少ないんで人に大した害はないみたいです。なのでなんかいじめたりするとシアン化水素由来のアーモンド臭がするみたいですね。でアーモンド臭って青酸カリとかもアーモンドの匂いするみたいなのよく聞くと思うんですけど、アーモンドってナッツのアーモンドの匂いを日本人思い浮かべがちなんですけど、アーモンドってナッツとして食べるスイートアーモンドとビターアーモンドっていう毒のあるそのまま食べれないようなやつがあるんですけど、このシアン化水素のアーモンド臭っていうのは、ビターアーモンドの方ですね。アーモンドエッセンスって売ってるやつ、お菓子とかに使うやつですね。杏仁豆腐みたいな匂いがするやつです。なのでまあこれも杏仁豆腐的な匂いがする感じだと思います。僕はちょっとまあ匂った感じではまあ匂いはしなかったんで、まあ、毒ガスは出してないっぽいです。で、まあ、この腐葉土入れたところに移していこうと思います。ちょっとケースに対して数は少ないんですけど、めちゃくちゃ増えるらしいんで、ちょっと広めの容器で様子見ようと思います。ちょっと広いんでね、姿は見えなくなっちゃうけど、まあでも狭いとやっぱ環境のなんていうかな、変化とか乾燥とか起きやすいんで、まあ、広めで様子見る方がいいかなと思って広めにしてみました。あと乾燥防止で水苔を入れてみました。でこの調べてみると、ショッキングピンクミリピード、じゃあショッキングピンクドラゴンミリピードっていうのが正式な英語名称で、学名に関してはデスモキシテスプルプロセアっていう種類が、ショッキングピンクドラゴンミリピードなんですけど、この種類2007年のタイのウタイターニーっていう地域でハプパタットっていう石灰岩洞窟あるらしいんですけど、まあ、そこで2007年に見つかった種類なんですけど、ちょっと写真をね、このデスモキシテスプロプロセアっていうのを調べると見た目がちょっと全然違ってて、であれおかしいなって思って、日本で流通してるやつの学名見たらデスモキシテス SP っていう風に学名が記載されているんですね。でこれデスモキシテス SP っていう学名の種類なのかっていうと、そうではなくて、この学名に属名プラス種小名の部分が SP になっているのって、スピーシーズ種類がわからないものに対して属プラス種小名 SP で、デスモキシテス属の種類不明っていう意味で表記されるものなので、その2007年のタイで発見されたショッキングピンクドラゴンミリピードっていうものが、この日本で流通しているこのピンクドラゴンミリピードとして売られているものと、一緒かっていうとおそらく違うものですね。まあ、写真で見ればわかるんですけど見た目が全然違います。で調べてみたら、まあ、その2007年の発見されたものに関しては、まあ、学名ちゃんとついてるんで、実際この洞窟に行くと200バーツ払えば入れて、この本物のショッキングピンクドラゴンミリピード見れるんですけど、まあ、このこっちの日本で流通してる種類、何なのかなと思って調べてみたんですけど、デスモキシテスってだいたい40種類ぐらいいる、安手のグループなんですけど、結構今もどんどん新たに発見されたり、まだ種類のわからないものとかもたくさんあるみたいで、ちょっとこの種類の
種がなのか正式には分からなかったんですけど、見ていた中ではデスモキシテスプラナタっていうやつにすごい見た目がちょっと似てるのかなと思って、でこのデスモキシテスって、一つの国だったりその国であっても、そのショッキングピンクドラゴンはそのハプパタット洞窟っていうところにしかいない、すごい局所的にしかいなかったりとかする種類っぽいんですけど、デスモキシテスプラナタに関してはすごい繁殖力がめちゃくちゃ強くて、もともとはアンダマン諸島っていうところに生息していたものなんですけど、人為的な移動、おそらく植物の土についてしまったりなんか物資について運ばれてしまって、すごい広域に外来種として広まっているようで、タイとかセイシェル、ジャワ、スリランカ、フィジー、マレー半島、そういう、まあ、東南アジアだったりとかあったかい地域ですね、そこに ものすごい移入種として広がっているっていうのがそのデスモキシテスプラナタっていう種類なんですよ。なのでそういう種類であれば、その保護されていないような地域からだと簡単に多分輸入とかもできるし、その固有種が多いんでその輸入とか難しいと思うんですけど、プラナタってそういう理由もあって、まあ、輸入もできるし繁殖力も外来種として増えてるので強い、見た目もまあ結構似てるんで、僕はこれもしかしたらデスモキシテスプラナタなのかなっていうふうに思ってるんですけど、ただまあ写真でこういった種を同定するっていうのはまあ不可能に近いと思うし、現在その SP として売られているものをリネームしてデスモキシテスプラナタとして売ったりとかするのもまあ混乱をきたしてしまうんで、まあそういうのはできないんで、まあどちらにせよこれはショッキングピンクミリピードではなく、まあ商品名としてのピンクドラゴンミリピード、種類は不明のデスモキシテス SP として、扱うことになりますね。まあ、ただその偽物っていうわけでもないし、そのショッキングピンクドラゴン本物じゃないよっていうので、まあ、価値が下がるっていうことはないと思うんですね。この安出自体すごくこう見た目が特徴的で魅力的な種類だと思うんで、まあ、そこはSP として種類不明の謎の綺麗な安出として、まあ、見ていきたいですね。まあすごく飼育繁殖簡単みたいなんで、これこの設備っていうかこんな買い方で熱帯魚の餌とかちょっと転がしておくだけでもう爆発的に増えるみたいです。なんでまた、しばらくして増えてきたら動画で紹介させてもらおうと思ってます。ということで今回の、お迎え動画ですね、ピンクドラゴンミリピードでした。